はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、大の大冒険サウンドアクションパプニカのナイフです。はい、大の大冒険も2020版アニメ始まっておりますが、テンポ早くてめっちゃ面白いですね。作画も綺麗で声優さんたちもみんないい。なので最新のアニメ見て、大の大冒険って何かおもちゃ発売してないのかなと思って調べたら、昔のアニメ放送当時にこういうのが出てたらしくって、序盤でレオナ姫からもらった大のメイン武器ですよね。これ発売時期いつなんだろう。今アニメの放送時期を見たら1991年って書いてあったから、要はその頃に出たやつですよね。しかもここ原作三条陸さんって書いてあって、三条陸さんって仮面ライダードライブとかダブルとか恐竜じゃのメイン脚本家さんで、ほんといろんな作品の原作をされてますよね。でこれ中古ショップに行って、大の大冒険のおもちゃありませんかって聞いたら、意外とすんなり出てきて8000円で買いました。箱はちょっと痛みがありますけど、それでも結構綺麗ですよね。迫力のリアルサウンドをパワーアップで音が変わるで、必殺技音開破山とかアバンストラッシュとかそういうサウンドが鳴るのかな。電池を入れて遊び方、電源オン、左のボタンで通常攻撃、右のボタンでパワーアップ攻撃、要は必殺技か。雷の音がしてスタートして振ると音が出ます。これがアバンストラッシュ的な感じで、遊んだ後は30秒間でスリープモード。すごい、そういうのまで入ってるんだ。てか宝トミーじゃなくて宝ですからね。ではレビューしましょう。はい、取り出すと、あ、でもめっちゃ綺麗。ちゅうことはいえ当時のハガキとか入ってるし、え、全然状態いいですよって店員さん言ってましたが、いやもう新品未開封と何ら変わらない。日焼けも全くしてないし、要はこれがアニメ放送当時に発売なら今から30年ぐらい前。え、マジ？ってことで中身はめちゃシンプルで、パプニカのナイフ本体のみだ。ではパプニカのナイフ本体を細かく確認しましょう。てか結構大きくって、これ本編でダイが持ってる1分の1サイズじゃない？ダイって小柄だし、背中にカチャってね、はめてますけど、それと本当同じボリュームな気がする。かなり大きいですよね。まあ武器としては小型ですけど、例えば怒号剣、激怒、こうやって置くと半分ぐらいのサイズなんですが、本編でダイが持ってる全長と本当変わんない気がする。そしてここは軟質で危なくないようになってますし、原作通りここ穴開いてるし、こういうところの装飾なんかもドラクエ的でいいですよね。でスピーカーがあってトリガーはないんだ。あとグリップ部分なんかもしっかり脂肪入ってて結構高級感ある。これ当時いくらなんだろう。あーでも4000円とかなのか、サンキュッパなのかな。そしてグリップ上にボタンが2つあって、オンとパワーって書いてありますね。クリアパーツで、キラメシール的な銀ピカシールが内部に埋め込まれてて、宝玉っぽさ出てるね。じゃあ、ここが電池蓋になってますので、単4、4つ。思ったより電池使うね。あ、電池入れ終えると、電源オンだ。結構音大きいっすね。そして、要はここのオンボタンを押すと、まずは通常。あ、さっきの電源オンと同じサウンドが鳴って、あとは振ればサウンド。おお、おお、カチーン。2種類？いや、1種類か。あ、結構痛い。軟質とはいえ、この向きでやるとまあまあ痛い。あ、当たるとね、ほら、鳴る。当たっても鳴るし、振っても鳴る。中でカチャって言うね。おー。センサーがついてんだ。思ったより痛いのがびっくり。あ、一種類っすね。なんかさっき二種類目が鳴ったけど、一種類だ。で、さらに、パワーアップサウンド。あ、これでチャージ音か。で、振ると攻撃。おー、
あ、ずっとパワーアップモードだ。なるほど。で、オンにすれば元のモードに戻りますね。なので3種類のサウンドがこっちから鳴る。押すと1種類目で、ライデインみたいな雷音が鳴ってからチャージ音、あとは振ればサウンドと、両手でこう持って開破山みたいな感じだったりとか、アバンストラッシュみたいな、そういうことができるわけね。で、30秒を待てば自動オフ。スリープついてるのすごいな。おー、なんかライトセーバーがシューって消えるみたいなサウンドが鳴って、電源オフだ。振ると、あ、元に戻るわけね。なんで今一度全部鳴らすと、まずはオン。起動音からの通常攻撃。一種類。そして必殺。アバンストラッシュ的な感じで。楽しむことができます。音声としてはめっちゃシンプルで、説明書がなくて裏側が説明書になってますから、特に大の必殺技サウンド的なものはなんないわけっすね。まあ、なんとなく一応アバンストラッシュっぽく遊べますよってだけで、実際は起動音からの雷音からのチャージ&攻撃音って形で、あとは自分で大的な必殺技で、あ、スリープモード、遊んでねって形ですね。まあでも本当、質感すごい高くて、サウンドは本編基準とかそういう感じはありませんけど、一応雷の音が鳴って、勇者の呪文のライデインっぽい感じで遊ぶこともできますし、なかなかよくできてるんじゃない？全然チープ感ありませんしね。へえ、すごいな。でも造形的にこれをベースにしてもらって全然いいので、2020年バージョンのデラックスパプニカのナイフ、そういうアイテムも出てほしい感ある。今出たらボイスが入ったりとか、必殺サウンドがちゃんと数種類に分かれたりとか、そういうのになるんだろうな。出ないのかな？一応大の大冒険は今回かなりアプリゲームだったりとか、おもちゃが細かいの発売するそうなので、その流れでデラックスアイテムも出てほしい。以上、大の大冒険サウンドアクションパプニカのナイフの紹介でした。